42丁目、ブライアントパーク、5番街駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND6 番街線と IRT、フラッシング線の乗り換え駅である。マンハッタイクミットタウンの西42丁目と6番街の交差点に位置し、7系統、D 系統、K 系統が終日、B 系統と M 系統が平日23時まで、7系統が21時半までのラッシュ時に、 混雑方向へ向かう列車が停車する。当駅は乗り換え駅ながら1967年12月18日から1968年までは INDIRT 領域の間は平日のみ無料で乗り換えができ利用客は紙の切符を利用した。現在は駅を一つに統合したため切符は必要なく自由に乗り換えを行うことが可能である。 駅は1998年に一度改装されており、ADA に準拠するようにエレベーターが設置された。なお、エレベーターは地上から改札外までで、改札外から各ホームへはつながっていないため完全に ADA に準拠しているわけではない。2010年に当駅の IND 側は、ニューヨーク市内において最も創造しい場所との評価を受けている。 IND6 番外線42丁目、ブライアントパーク駅は1940年12月15日、IND6 番外線の47丁目から50丁目、ロックフェラーセンター駅西4丁目、ワシントンスクエア駅間の開業と同時に観光線2線と急行線2線、島式ホーム2面を有した2面4線の地下駅として開業した。B 系統と D 系統が急行線を使用し、 海系統と M 系統が観光船を使用する。両ホーム外側、南北観光船壁面は白のタイルが敷き並べられているが、上部には茶色と黄色の汚線があり、その下に黒地に白で42と書かれた小さな印がある。また、ホーム上に等間隔で立っている赤色の柱には、ニューヨーク市地下鉄標準の黒字に白の駅名標が掲げられているほか、 南北急行線間の柱には白地に黒で42と書かれた印がある。駅の改札外は駅の南端から北端までつながっており、そこから改札外で南隣の34丁目、ヘラルドスクエア駅まで連絡通路がつながっていた。この連絡通路はラッシュ時などに当駅と34丁目駅に殺到する乗客をなるべく分散させて、 混雑緩和を狙うために設置され、例えば南行列車に乗って34丁目駅に行きたい乗客が混雑を避けるために当駅で降りて34丁目駅まで連絡通路を歩く、またその反対の効果を期待して設置された。しかしこの連絡通路は非常に長く照明も薄暗く、1980年代に入ると、 防犯対策の甘さに目をつけたホームレスや違法薬物使用者の溜まり場となり、治安が悪化、連絡通路を利用する乗客は激減しついには、強姦事件まで発生。これを受けて1991年3月23日に、連絡通路は閉鎖された。連絡通路あとは現在は、倉庫などとして利用されている。東駅南側には分岐器がいくつもあり。 南北観光線及び南北急行線の4線を自由に行き来することができる。しかし、この分岐器は通常運行時には用いられていない。当駅の改札口は、駅の北端2カ所と南端1カ所の計3カ所にあり、終日開いている改札口は北端にある。こちらは、IRT、フラッシング線との乗り換え通路がある側で、6番街と、 西42丁目の交差点付近へ出ることができる。反対の南端側には無人改札口があり、6番街と西39丁目の交差点付近へ出ることができる。もう一つの北端の改札口は6番街と西42丁目の交差点付近へ出ることができるほか、バンクオブ、アメリカタワーのすぐ近くまで連絡することも可能である。なお、 戦術の通り地上階から改札外へは3機のエレベーターが稼働しているが、改札外から各ホームへのエレベーターはないため、ホームへ降りる、もしくはその反対の場合は階段を利用する必要がある。IRT、フラッシング線5番街駅、または5番街、ブライアントパーク駅は、島式ホーム1面2線の地下駅である。ホーム外側、南北両線の壁面は、 白のタイルが敷き並べてあるが、上部には金色の汚泉が入っており、ごとモザイクを用いて描かれたアートがある。駅には2002年にサム・クンシェ制作のアートワークが飾られ、アンダー・ブライアント・パークと呼ばれている。このアートワークは IRT と IND の乗り換え通路に飾られている。また、当駅はニューヨーク市地下鉄内において初めて自動券売機を設置した駅となっており、 またの小売り活動を活性化させる役目を担っている。当駅は1926年3月22日に開業。これに伴い IRT、フラッシング線は終着駅を東隣のグランドセントラル駅から当駅へと移している。駅は約1年後の1927年3月14日にタイムズスクエア駅まで路線が延伸されるまでフラッシング線の生誕駅であった。 1955年から1956年にかけて、当駅を含めたフラッシング線内の駅は、クイーンズボロプラザ駅を除いて、ホーム有工場を11両へ延長する工事を行った。IRT ホームへの入り口あたり駅の改札外は、駅の東端から西端までつながっており、改札口はそれらの両端2カ所にある。終日開いている改札口は東側にあり、こちらは、 ウライアントパーク北側、西42丁目へと出ることができる。反対の西側へ向かうと改札口会が2本に分かれる。一方は一度下に降りた後に再度上へ上がり、IND6 番街線へと乗り換えることができる。もう一方はそのまま西側の改札口へと続き、西42丁目と6番街の交差点へと出ることができる。42丁目。 ブライアントパーク駅に関するカテゴリー、5番街駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。